まま前に進んで、こんな感じ。おう、ちょい前だったね。よしよし。やった次は木を運ぶのね。うん、クレーンでうまく後ろのトレーラーに乗せるの。この辺もうちょっと後ろ。そう、あうあう揺れるのよね。できた。おめでとう。あとは運ぶだけ。了解。ブッブー。それじゃあフォークリフトでパレットに乗った荷物をトラックに乗せて。こんな感じ。う、揺れちゃう。大丈夫だよ。このくらい持ち上げればいいかな。うまい。よいしょ。おめでとう。そこ、トラックに荷物を乗せて。了解。クレーンの操作くらい簡単。おっと、お姉ちゃん。あはは、ちょっと失敗。落ちるよ。はうわ。駆け込み乗車は危険なの。次の電車を待ってね。いやいや、落としたのはお姉ちゃんだよね。大丈夫だ、問題ない。いや、そんな爽やかに言われても。グッドボタンよろしくお願いします。いや、それ無理じゃない。今度は消防車。もう運転も慣れたものだよね。うん、痛そう。平気。うん、スルーできる草むらじゃなかった。バックしなきゃ。手を抜こうとしちゃダメだよ、お姉ちゃん。でももうすぐ山火事の現場に着くわよ。到着。しん、それ赤ちゃんの時にトイレで。ごめん、変な擬音使った私のせいだよね。すっごい大きなクレーン車だね。これ大きなビルの建設現場なんかで見たことあるやつだ。なんか運転うまくない？やったー、潮に褒められた。そっか、もともと才能あったのかな。次はクレーンで道路を直して。了解。あんまり調子に乗せちゃうと絶対失敗するからな。なんか言った？何も。あとはタクシーで橋を渡って。任務完了だね。小さいクレーン車でトラックに資材を乗せるのね。仕事が早いね、お姉ちゃん。任せてちょうだい。この分だとこの仕事もあっという間に終わりそうだね。おっと、落ち着いて。このままじゃ事故を。はぁ、大丈夫。深呼吸してからもう一回。うん、少しバックして。もう一回。はぁ、次は最初から落ち着いてやってね。頑張る。今回は山道で起きた事故車を移動します。トラックが通れなくて立ち往生してるものね。警官さんが暇そう。今急にシャキッとしたね。青い乗用車をクレーンでキャッチして。よし、道路の端に運んでおくね。立ち往生していたトラックが通れるようになった。狭いけどゆっくり行けば大丈夫かな。うん、うまいうまい。三角倒しちゃった。お姉ちゃんお疲れ様。チャンネル登録してね。今日は木を運ぶ車で山を降ります。なんか運んだりしないんだ。のどかだね。やっぱ大きな石を踏んづけちゃったのかな。でも車壊れなくてよかった。ぶつかった時すぐに止まったしね。慌ててアクセル踏んじゃう人もいそうだよね。目的地が見えてきたけど30秒じゃ足りなくない？こういう時は早送りだね。それそれそれ。えいやー、到着。のどかなドライブのはずが。往来往来。よしよし、駐車場から脱出成功。お客さんが待ってるから通り過ぎないように気をつけて。はい、乗って乗って。目的地はこの先を右に曲がって。ちょっと狭そう、曲がれるかな。お姉ちゃんなら余裕でしょう。バックするね。うん、ナイスリカバリー。お約束の早送り。あそこが目的地だよ。やったー。今日はオフロードカーだね。ジープとも言う。落ちたら大変。言いながら落ちないでね。お約束ってやつね。私はそんなことしません。そうこう言ってるうちに。吊り橋みたいなものかな。走ってみればわかるよ。うわー、無事に通れた。意地悪な仕掛けがなくてよかったね。あとはここに駐車すればいいのかな。うん、意外とひねりがなかったね。ひねりって何よ。
この木をどこに運んだらいいの？緑のところまで。それからクレーンで荷物を下ろすよ。了解。まずは黒っぽい木から。この四角く囲ってあるところに下ろすんだね。うん、ポチッと。それじゃ次行くよ。ボタンを押してキャッチ。2個目は楽勝でしょう。あれ、赤くなっちゃった。なんでだろう。うん、あ、白い枠の方に置くんじゃない。ああ、こっちか。よし、今日は超大型ダンプトラック。おお、すごいパワー。お姉ちゃん、調子に乗ってると。はうわう、はまった。そこは道じゃなかったみたいだね。あうわう、バックできるかな。無理そう。ならばもっと前に出て。あう、ますますはまっちゃったみたいだね。どうしよう。前後に動いて抜けられたらいいんだけど。これはダメかも。終了だね。残念。今度こそゴールするからね。落ち着いて、左から大回りしていくんだよ。このタイヤの跡に沿っていけばいいんだね。大きいのに小回りが効くね、このダンプ。うん、とっても頼もしい。岩も落とさないように慎重にね。この先はゴールが見えたね。また落ちたりしないよね。うん、今度は大丈夫だったね。よかった。また失敗したらどうしようかと思ったよ。今度は大型クレーン車。ずいぶん大きな車を任されるようになったよね。前にバスも運転したしね。大変、車が下敷きになってる。人はもう乗ってないみたい。まずは看板をどけよう。もう少し、もう少し、えい。キャッチ。ぬいぐるみだったらよかったのに。そういうのは別のゲームでね。途中で落とさないように。任せて。チャンネル登録してね。今日はシオが運転手。任せてお姉ちゃん。こういう小さい車は。シオ、パトカーが追いかけてきたみたい。ふっ、どうやらお客さんがやってきたみたいね。私たち何か売ってたっけ。そうじゃなくて、トラックの荷物が。あ、パトカー足止めしたよ。これで安心ってわけにはいかないよね。負けない。列車どうにか。ゴール、なんとか逃げ切れたね。余裕。現場からは以上です。今回は消防車。でもやっぱりサイレンが鳴らないと消防車っぽくないわね。なら、えい。いい、潮の生体模写すごい。借りてきた効果音だから。私の声じゃないから。いいね、やっぱり効果音がつくと感じ出るよ。はいはい、探してきた甲斐があったよ。今度の火事は範囲が広いよ。はい、すぐに消します。えい。お姉ちゃん、ナイス。今日はタクシーでお客さんを乗せて走ります。横断歩道に信号。ああ、やっぱり赤になったね。急に赤信号はずるいわよね。ゲームだしね。この先、工事してるみたい。右折してぐるっと回っていきましょう。こういう道ってなんか楽しいよね。ワクワクするわよね。でもお客さんを乗せてるから。そう、安全第一よね。街中だから車もたくさん走ってるしね。今日もタクシーなの？そうなんだけどね。なんか道じゃないとこ走るみたい。まさかここ？先の方に緑のゴールが見えるよね。確かに見えるけど、人がたくさんいるし、なかなか進めないね。こっちに歩いてこないで。戻ってった。冷やかしかな。こっちが悪いんだけどさ。抜けた。行けそうじゃない。到着、おめでとう。トラックの荷物をフォークリフトで下ろすんだね。ちょっと高いかな。よし、うまく持ち上がったね。一旦バックするよ。その辺でいいんじゃない。よしよし、ギアを全身にして。倒れそう。そうだね、これで大丈夫でしょう。あとは荷物をどこに持っていくのかな。うん、ああ、ぐるっと回るみたい。ここだね。落とさず荷物が運べたね。うん、お疲れ様です。今日も配達の仕事頑張りましょう。急にどうしたの、お姉ちゃん。最近働く喜びを感じてるの。こうやって運んだものが私たちの家に届くんだもんね。そう、これはナスかな。私、ナスは嫌い。またそんなこと言って。夏は冷やして食べても美味しいんだよ。うん。ならこれ、人参は？ウサギ係の人があげてる。自分で食べるんだよ。お姉ちゃん、今日もお仕事頑張ってね。シオの素直なコメント久々に聞いた。一体何が？荷物が崩れてくるなんて
安全第一って書いとかなきゃ。そうだよね。ちょっとトラウマだわ。ナイスリカバリー、上手にできてるじゃん。ぐえー、まだ落ちてくるの？お姉ちゃん、ここは私が励まさないと。ダンボール潰しちゃった。よっ、ダンボールの破壊者、お姉ちゃん。ごめん。